バンコクメトロ。バンコクメトロは、タイの首都バンコクの首都圏を走る高速鉄道網で、ある。正式名称は、MRT、マスラピットトランジット。バンコク、高速道路とメトロ車、略称、ベムが運営している。MRT は、バンコク首都圏において増加する輸送需要への対応、及び慢性的な交通渋滞の緩和を図り、タイの経済発展と、 温室効果ガスの排出削減を通じて、都市環境の改善に寄与する目的で建設された。国営の大港速度交通公社、略称 MR、MRTA が路線の建設や施設の保有を行い、民間会社のベームが運営を行う上下分離方式を採用している。2004年に開業した、ブルーライン、チャルームラチャモンコン線 22.0km と、 2016年に開業したパープルライン、チャローン、ラチャタム線、約 23.0km の2路線がある。ブルーラインの建設は困難を極めた。バンコクはチャオプラヤー側のデルタゾーンにあるため地盤が軟弱な。上に過去には洪水を経験した。開業後でも2011年に経験こと、地下には排水管や電話線が無造作に埋まっていること。 さらに BTS が先に開業しており、開発には否定的な意見が多かったが、そのような中で1997年に建設が開始された。ブルーラインの建設費は約27億ドルで、そのほとんどが日本国の円借館で賄われた。建設の指揮は大衆電車公社が行い、受け負った会社はイタリアンタイディベロップメント社、長官ちゃん社、大林組。 鹿島建設、熊谷組、東急建設、西松建設であった。ブルーラインは2004年7月3日にバーンスー駅フワランポーン駅が開通した。本来は2003年のエーペック首脳会議に間に合うよう開通させる予定だったが、間に合わず2004年8月12日の母の日、シリーキットを日誕生日の開通を目指した。しかし、 試運転段階において特に問題が発生しなかったために予定を早めての開通となった。その後は長らく同区間のみで営業を続けてきたが延伸工事が行われ、2017年にバーンスー駅からタオプーン駅まで延伸したのを皮切りに、2020年3月までに延伸区間であるタープラ駅、タオプーン駅とフワランポーン駅ラックソーン駅が開業予定となっている。 パープルライン、クローンバーンパイ駅、タオプーン駅は2016年8月6日に開通した。ブルーライン用車両は当初、三菱電機、アルストム社、フツシフォンが共同で受け負う予定で、すでに落札を終えていたが、後に BTS との接続を可能にするため、スカイトレインと同じシーメンス車製の車両、 モジュラーメトロが採用され19編成57両が導入された。車両は1編成3両で、そのデザインはタイの国旗をイメージさせる白、青、赤の3色が使い入れている。基本的に内外装は BTS と変わらない。なお、開業時からの編成では混雑緩和のため、車両中央部のドア間は左右とも座席が撤去されており、着席定員が減少している。 優先座席も設定されている。2017年にブルーライン用のゾービー車として、モジュラーメトロの次世代型となるアンスピロ35、編成105両がシーメンスに発注され、2019年4月に納入を開始した。ドア上部には BTS よりは小型だが、横長液晶モニターが装備されており、路線図や自液案内などを行っている。パープルライン用車両は、 総合車両製作所製の鉄道車両、スースティナ21編成63両が導入されている。車内は防犯カメラの設置や、浮気に濡れた客が座った後に吹きやすいよう、プラスチック製のいい座席、バケットシートタイプのロングシートが備え付けられている。ブルーライン、パープルラインともに、機関は標準五 1435mm で、 直流7 5 0トによる第3機上終電方式である。最高時速は時速8 0トル。洪水発生時に濁流が地下のコンコースホームに流れ込むのを防ぐため、地下駅では地上の出入り口にはわざと上り階段が設けられており、地面より1から1 5メートルほどの高さの階段を上った後に地下へ降りるようになっている。高架駅では コンコースやホームに濁流が流れ込む恐れはないものの、地上の出入り口と直結したエスカレーター、エレベーターは共に地面と直に接していない、階段内しスロープを登るなど、ブルーライン同様に洪水対策が施されている BTS などでも同様。コンコース界でゲート式の金属探知機と係員の目視によるセキュリティチェックが行われている。 ブルーラインのうち最初に開業した地下駅、バーンスー駅、フワランポーン駅間では、各出入口とに必ずゲートが設けられているため、列車には乗車せず、駅構内の改札外通路を通り抜けるだけでも、セキュリティチェックを受けなければならないが、ブルーラインのうち2017年以降に延伸した、区間の各駅とパープルラインの各駅では、各改札口の手前のみに設置されている。 なお、ゲートでブザーが鳴ると、カバンの中身を係員に見せなければ、ならない。自動券売機は、タッチパネル式のものが置かれている。画面上のマップに表示された駅の部分をタッチして、運賃を支払うと、トークン、とお釣りが出てくるので、そのトークンを自動改札機にタッチして入場する。下車駅では、自動改札機にある投入口にトークンを投入して、出場する。なお、 現在は、プリペイド式 IC カード、MRT カード、メトロ専用また、メンムムカード、メトロ以外の一部の交通機関でも、利用可能も発売されており、あらかじめチャージしておけば、トークンを買う手間が省ける。なお、BTS が発行している、ラビットカードには対応しておらず、使用不可である。ブルーライン、パープルラインともに、駅のエスカレーター、 エレベーターは三菱電機製が納入されている。ホームはパープルラインはすべて島式だが、ブルーラインは駅により、相対式、重装の駅もある、または島式。ホームドアはブルーラインパープルラインともに、高架駅ではすべてのホームで、可動ホーム柵が地下駅、ブルーラインのみではすべてのホームで、フルスクリーンタイプがそれぞれ採用されている。 パープルラインの各駅、タオプーン駅を含むでは、駅構内に個室の公衆トイレが設置されている。ブルーラインの各駅では、基本的に乗客が利用できる、公衆トイレの設置はないが、我慢できない場合は係員に申し出ることで、職員用のトイレを貸してくれる、壁面に、イラストとともに、そのように記載。なお、駅構内の設備については、バンコクメトロのウェブサイト内、 ラウトマップから確認できる。また、パープルラインの全駅とブルーラインのうち2017年以降に開業した新駅の自動券売機には IC カードリーダーが取り付けられており、チャージのほか残高や利用履歴の確認も可能である。なお、以下の行為は駅構内で禁止されている2019年9月時点。ブルーラインは朝6時から深夜24時まで運行。 全日同一ダイヤで、基本は7分間隔だが、朝夕のラッシュ時間帯は4分間隔となる。パープルラインは平日は朝5時30分から、土曜と休日は6時から、終了は深夜の24時頃に終電が終着駅に到着するダイヤまで運行。基本は9分間隔だが、朝夕のラッシュ時間帯は6分間隔となる。ブルーラインとパープルラインが、 タオプーン駅でつながったので、現在は両線を乗り通す場合は投資運賃となっている。全線を乗り通した、フワランポーン駅クローンバーンパイ駅間の運賃は70バツである割引制度あり、以下参照。なお、バンコクメトロのホームページで運賃検索が可能。ブルーラインの運賃は乗車距離に応じて14から42バーツである2019年9月時点。 なお、割引制度があり、子供及び高齢者は50%引き、学生は学生用、IC カード利用で10%引きとなる。パープルラインの運賃は、乗車距離に応じて17から42バーツである、2019年9月時点。なお、ブルーライン同様に割引制度があり、子供及び高齢者は50%引き、学生は学生用。 IC カード利用で10%引きとなる。BTS とは異なり、1日乗車券はない。今後、営業中の総延長は 34.2km。2019年10月時点では、延伸工事中であった、フワランポーン駅とラックスオーン駅までの間が、先行して開業し、あとは、タオプーン駅から先、西側へまでの 11.8km が、 延伸工事中である。これらの工事が完了すると、路線は、タープラ駅シリントン駅、バーンツー駅スクムーイット駅、フワランポーン駅、タープラ駅バーンワー駅ラックソーン駅という、都営地下鉄大江戸線のような6の字型運転となる。延伸区間のうち、フワランポーン駅バーンワー駅間においては2019年7月から8月に、かけて、運賃無料の試運転が開始され実質開業し、 9月6日までは、フワランポーン駅にて乗り換えであったが翌日より当し、運転を開始。バーアンワー駅ラックソーン駅間においても、開業直前の9月21日から、運賃無料の試運転が開始され実質開業した。なお、同区間は9月29日に正式開業、運賃の徴収開始し、残るタオプーン駅タープラ駅においても2019年内に、試運転。 運賃無料を開始する予定である。以下、尾行で特に記載のない駅は、高架駅である。パープルラインは、万国北西部の万屋地区と中心部に近い、万数地区を結ぶ、全長、約 23km の路線で、全区間が地上を走り、全駅が、高架駅かつ島式ホームである。タイ運輸交通局が、日本の円借館を活用して建設した。 ブルーラインと同じく第三機乗方式を採用しているが、車両は新たに東日本旅客鉄道 JR 東日本グループの総合車両製作所 J トレックが新したステンレス製車両3両編成21本63両が納入された。また、合わせて JR 東日本は丸べに東芝と共同で合弁の現地法人を万国に設立し、 パープルラインの鉄道車両や地上設備についてのメテナンス業務を実施することになった。2015年9月21日に第1便としてタイに到着した3編成給料のうちに編成の引き渡し式典が行われた。第2便の3編成、続けて5編成ずつ3回、延べ5回の輸送を経て2016年1月までに全編成の輸送を了した。 2015年12月14日より試験走行を開始。本格的な試運転は2016年5月10日より開始となった。翌6月から7月にかけて無料運行し、当初はシリキット王妃誕生日である8月12日に正式開業する予定報じられたが、繰り上げて8月6日に正式開業した。ブルーラインのバーンスー駅とタオプーミ駅間の延伸が、 パープルラインの開業に間に合わず、乗客は一時的に無料シャトルバスでの不便な乗り換えを強いられることとなった。加えて、運賃も比較的高いことから、道路線は敬遠され、開業当初の1日あたりの利用客は、想定、1日あたりの利用客は6から7万人を大幅に下回る2万人程度に止まった。2017年8月11日、ブルーラインが、 タオプーン駅まで延伸開業し両線がつながったことで乗客数は飛躍的に増加し2018年11月末時点での1日あたりの利用客数は6万人程度平日に限れば6万8000人程度までになっている駅はすべて高架駅開業から5ヶ月が経過した2005年1月17日フワランポーン駅へ向かう電車が 大分化センター駅を出発したところで、後ろから空の車両が追突。追突された車両には700人の乗客が乗っていたが、およそ100人の乗客が負傷した。人為的ミスが原因。その後地下鉄は、約2週間営業停止し、2月1日に復旧。交通渋滞が激しいため、パークライドを目的に、ブルーラインダートプラオ駅と、 大分化センター駅に駐車場を設けた。パープルラインでもクローンバーンパイ駅に開業当時から駅東側に駐車場が設けられている。2005年9月9日よりスクムウィット駅にてメトロモールと呼ばれるショッピングモールが開業。今まで売店もなく飲食もできなかった地下鉄においてこのメトロモールが開業したことによりより利便性が高まった。 ただし飲食はメトロモール内のみで可能で、その他の地下鉄構内では不可能。その他、ペッチャブリー駅でも開業。最終的に11の駅で開業する見込み。2019年9月末時点では、引き続きタオプーン駅より先、西側の区間でのブルーラインの延伸工事が行われている。詳細は英語版ウィキペディアも参照。 パープルラインもタオプーン駅より先、南進して、ブルーラインのワーンブラパ駅、建設中、ウォンウェンイアイ、プラプラデインへと延伸する計画がある。2017年7月25日、対王国軍事政権は、閣議で、パープルラインの南側延伸区間の建設を、承認した。タオプーン駅を出て線路は、地下鉄になり、タハーン通り、サムセーン通り、プラスメン通り、 マハヤチャイ通りを経て、チャオプラヤ川の下を潜り、対岸のソムデートプラジャオタクシン通り、マハイサーン交差点を経て、再び高架になり、スクサワット通り上を進み、終点のクルナイ駅へと至る。2023年から2024年の開業を目標とする。全長 23.6km17 駅を設置予定。最高速度は時速 80km。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。